テレ東79条機関を立ち上げて進めてもらえませんかというのが幹事長に対して総理からありました。菅総理大臣は1日昼、自民党の二階幹事長や林幹事長代理らと面会し、子ども庁設立について党総裁直属の機関を立ち上げて検討を進めるように指示しました。これに対し二階幹事長は前向きな姿勢を示しています。子どものことは一番大事だから、国の宝だから、しっかりやりましょうと、こういうことです、はい、子ども政策については保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省が所管となっているなど、省庁間の連携不足が問題との指摘があり、子ども政策の一元化などの目的で自民党若手議員が菅総理に対し子ども庁の新設を提言していました。